います。それでは続きまして、参議院からもこのひどい自民党の国会運営についてマイクを握っていただきたいと思います。蓮舫参議院議員であります。よろしくお願いいたします。改めまして、参議院議員の蓮舫です。今日はまさにここに立つ直前まで本当に心配でした。代表と幹事長がいるんです。毎回毎回来てくれる方に申し訳ないという思いで現場に駆けつけたんですが、今日は雨が降りませんでした。よほど普段の行いが良かったのかもしれません。この後の2人の演説にもぜひ耳をしっかりと傾けていただきたいと思います。国会が強行に閉じられて1週間が経ちました。この1週間に私たちがあれだけあれだけもっともっと情報を出せと言っていた入管法の政府の総合的対応策が決まりました。今日防衛大綱が閣議決定をされました。来年は100兆円を超える予算が編成される。国会が終わってから本当に大切なことを決めるという政府の姿勢に私は断固抗議をしたいと思います。国民の見えないところで、知らないところで、わからないところで大事なものを決めたからあとはよろしく、こんなの民主主義ではないということをまずお伝えをしたいと思っております。今年の皆さんの感じは何だったんでしょうか。いろんな思いがあるでしょう。でもやっぱり私は今年の感じ、災い、災害のあの思いに本当に胸を痛めました。災害が、自然災害がこんなに多い年はなかったんじゃないでしょうか。でもあの通常国会、やらなければいけないことに目を向けないで、最後は議員定数を6人増やす強行採決で国会を閉じてしまった。臨時国会を開け、台風対策をしろ、地震対策をしろ、北海道で、大阪で、あるいは広島で、岡山で、多くの人が困ってるから国会を開け。開いたらやったことは何だったのか。それは入管法は、先ほど大阪さんが言いました、検討検討検討の法案は深夜国会18時間数の力で押し通した。あるいは水道法、蛇口をひねれば当たり前で出てくる命を続けるために最低限の水を民営化する、外資にも売れる、どうしていいのかわからない、これも強行採決でした。あるいは原子力災害賠償法、ひっそりと強行採決されました。311、東日本大震災があって、あの痛みを今なお我々は皆さんで共有をしているのに、あの事故がある前の時と同じ原子力災害の賠償額でこの法律は通ってしまった。これも強行採決。やっぱり私たちは来年の参議院、何としてでも数をいただいて真っ当な政治をやらなければいけないと改めて思いましたが、いかがでしょうか。私は国会の委員会です。別に桜田大臣に名前を間違えられても構いません。私が間違えてもらいたくないのは、担当大臣の職務をしっかりと認識していただきたい。いかがでしょうか。全員が自己ベスト、多様性と協調、未来への継承、東京オリンピック・パラリンピック大会の基本コンセプトです。これがなぜ大事か、全員が自己ベストのためにどんな予算をつけるのか、多様性と協調のためにどんな予算をつけるのか、未来への継承、レガシーのためにどんな予算をつけるのか、予算を決めるコンセプトを何も知らないで、どうやってオリンピック予算を管理することができるんでしょうか。私は別に1500円言い間違いも問題にしていません。誰だって間違いはあるでしょう。問題は、正式な答えは1500億じゃなくて1700億なんです。その数さえも把握をしていない。いいですか、オリンピックは私は成功させるべきだと思う。
頑張ってる選手、頑張ってる若者、頑張ってる障害を持つ人たちの背中を追ってメダルを取りたい、それ頑張りましょうよ。でも頑張りきれないのは、オリンピックが商業されてから1980年代以降、ほぼ全てのオリンピックはオリンピックの崖、終わった後から財政が大きく痛み出す。リオがそうでした。オリンピック始まる前に財政破綻してしまった。ギリシャがそうでした。アテネオリンピックの後に財政破綻したじゃないですか。そんなことがあっちゃいけないからコンパクトオリンピックだったんですよ。今どこ行きました、コンパクトオリンピック。東京8キロ圏内のオリンピック、とんでもない、都道府県を超えてしまった。予算は8000億でした。それが 1.3500億、1兆3500億になった。東京都は今年になって8000億増やしました。会計検査院に国の予算は1500じゃなくて8000億だと指摘をされた。それを全部足したらもう 2.8 兆円の税金といろいろなお金が使われることになる。いくらになるんですか、いくらまで使うんですか、いくら皆さんは払うんですか。終わった後に残ったのは借金。そんなことは絶対させてはいけないと、これを聞きたかったのは私のあの質問ですよ。答えられない大臣なんかさせちゃダメですよ。絶対在庫一掃のために皆さんの税金使っちゃダメですよ。だから皆さん、今回のこの国会、あまりにも乱暴だったけれども、乱暴な国会運営も回数を重ねたら当たり前になります。ぜひ当たり前の感覚にならされないでください。間違ってると声を出していただける人にいていただきたい。だから私たちは戦います。だから私たちは皆さんのために仕事ができる。どうかこの国会を通じて我々が抱いた悔しい思いを、ぜひ皆さんのさらなる熱い思いでご支援をいただいて、年を越して来年の7月の参議院議員選挙にぜひつなげていきたいということを改めてお願い申し上げ、蓮舫から皆様方へのお伝えとかさせていただきます。どうぞこれからもよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。蓮舫参議院議員でありました。蓮舫議員の迫力に後ろの SL のライトアップもかすんでおりますけれども、